それでは今のお二方のお話も受けまして、今のその同一労働同一賃金とか均等待遇をめぐる、世界の状況ってなんか大きく出たなって感じなんですけど、どんなのが、国際標準でそれがなぜ出てきたのかっていうことと、それと比べて今の日本で言われている同一労働同一賃金と言っているものと何がこんなに違うのかということをちょっと今日は最後はご説明していきたいと思います。ですね、日本のこの場合2011年のですね、厚生労働省の調査でいくと、雇用形態だけでものすごく大きな収入差があるという調査が上がっています。これは有期契約の場合、これ非正社員のことですよね。 74% が年収200万円以下なんですけども、これがなんと中身が仕事の中身がくだらないからとか単純だからとかいうのではどうもなくてですね、必ずしもそういうケースもあるのかもしれませんけども、正社員と同じ職務内容でも200万円以下が 60% っていうことなんですよね。だから同じお仕事をしていても、なんと非正規だっていうだけで賃金がガーンと下がるとい う異様な社会ですね。それからさらにもっとドキッとするのは、正社員よりも高度な技術の職務でも200万円以下が 44% ということが、この厚労省の調査から明らかになったということなんですね。で、先ほどから矢上さんも、それから赤石さんもおっしゃっていることについて、何が共通しているかというと、女性だから安い。で、それで矢上さんの場合は職務級の職務評価の専門家なので、それを職務評価という、その数字的なものでどうやって押し返すか、偏見をどう押し返すか、そのために職務評価というものが必要であったっていうお話をされてきたと思いますし、赤石さんの方はシングルマザーの事例を中心に非常に自己肯定感が低くて、本当に自分の仕事に見合ったお仕事評価をされていないのに、しょうがないな、もっと稼いでくれないかなっていうふうな言い方しかできないという状況だと思うんですね。で、そのことはこの雇用形態の大きな差って、これ男女になってませんけれども、実はもともとはそのような女性の自己肯定感の低さにつけ込んだ低賃金というものが非正規労働のベースになっているということです。で、今でも非正規は女性が圧倒的に多いですし、これこんなひどい200万円以下なんていう年収が何でまかり通ってきたかというと、それは、女の人は夫がいるとか仕事の価値が低いからお金稼げなくてもいいだろうとか、そういった形でその賃金を実態以上に値切られてきた。それからどうせ家事と育児の合間にやっていることだから、その分時間を何とかしてやっているんだから安くても黙っていなさいねと、こういうふうに言われる無言の圧力に対抗できない。そのために好きなように下げられてきていた。だから年収200万なんて絶対食べられないような賃金水準でも誰も不思議に思わない。これが賃金差別のポイントなんですね。つまり女性だけに限らず、アルバイトは親がいるから食べられなくても大丈夫だろうと言って極端に安かったり、それから高齢者は年金があるはずだから、その安くても大丈夫だろう、こういう社会意識ですよね。で、それをどうやって押し返して、いやそんなことないんだよって言って、偏見の仮面をバリバリと剥がさなきゃいけない。そうしないとそのお仕事の素顔が見えてきませんし、それに対する公正な評価や賃金が出てこないっていうことが、実は、均等待遇、同一労働同一賃金といったものの大きな課題であったっていうことになるんじゃないかと思うんですね。で、それでですね、それに対してちょっとこれボケてますけども、 EU はどういうことをやってきたかっていうことです。そのヨーロッパの場合は職務給で始まって、職務をもとにして同一労働同一賃金っていうことを割とちゃんと進めてきた社会というふうにことで知られています。で、それによって差別を押し返すという機能を期待したわけですけれども、1975年に実は EU で男女同一賃金原則指令っていうのをやってるんですね。これ割に新しいと思いませんかっていうか、私たちもう労基法で、4条でですね、性差別いけませんっていうのは労基法で決められてましたよね。でもこの EU 全体の指令で出てきたのは1975年、これどういう年かっていうと国際婦人年なんですね。で、そういう中でその男女の平等をあちこちでやっていかなきゃいけないという機運が世界的に盛り上がった中で、 EU も国境を越えた男女同一賃金原則指令というのを出してきた。ところがそれをやったとしても、なかなか格差は差別は解消しないんですね。
なんでかっていうとですね、男女で差をつけちゃいけませんと仮にやったとしますね。でその時に次何やるかっていうと、あ、分かった、じゃあ男女差別してないけどパート差別としてもいいですねみたいな、こうなるわけです。日本でも実はそうですよね。でそのことで、まあ、あとは昇進が遅いからしょうがないんだっていうのもありますね。女は昇進が遅いから低いのであって、女だから安くしてるわけじゃないですよっていう、こういうような理屈で、なるべく安い賃金を狙っていくということを人間はするわけですよね。なので76年に雇用昇進の男女均等指令で、女の人は昇進が遅いから安いんだよっていうのを一遍これ抑え込もうとする。で次はでも、その次に社会保障というのが出てきます。ちょっと飛ばしますけども、これも実は非常に本当は重要なことなんで、また後で赤井さんも含めて話し合っていきたいと思いますけども、あと、まあ、86年の自営業も男女均等待遇指令、これ要するに個人事業主にしちゃって雇用じゃないよっていうふうにして、だから安くてもしょうがないけどこの人雇われてないから自営業なんだからしょうがないよねって言って例外化するんですね。そうすると男女同一賃金指令をくぐり抜けられるわけじゃないですか。だからここでも自営業にまず次に網をかぶせる。そして97年次パート、短時間労働の、によってこの女性だから差別してるんじゃなくって、短時間だから、安くてもしょうがないって言ってるだけですよってこういうふうに言うわけですね。でもここの女性は密接に結びついておりまして、どうしてかというと家事育児介護を抱えていますから、そんな長時間働けない。これは私は2年ぐらい前に家事労働ハラスメントという本を書きましたけれども、家事労働を労働時間に加味しないんですね。でも日本の基準というのは家事労働ない人間がいい労働者だというふうにしますから、何時間でも働ける人がいい人だとこうなっていますから、パートは安くてしょうがないというふうに言ってしまう。すると同様のことが実は欧州でも行われまして、それをなんとかこう網をかけなくてはいけないので、それで短時間労働も均等待遇だというのをやったわけですね。でそれから次に、短時間じゃなくても、その契約期間が短い、まあ、日本の非正規はほとんどこれですけど、これについてもじゃあパートで網をかけると今度は有期が残っちゃうわけですね。でその有期労働へ均等待遇指令を出すと、さらに人種民族の差別による均等待遇とかですね、年齢身上などによる差別禁止、そして最後の2008年で例の派遣労働の均等待遇指令が出てくるということで、この歴史っていうのは日本でも私たちが経験しているように、女性だから安いっていうのは日本だって今だってはやってますけど、あからさまに言ったらやっぱりそれダメだろうってこうなるわけですよね。それいろんなこうくぐり抜け方をしながら、間接差別と言いますけども、女性が持っている属性の働き方を安くしていくという、そういうところで穴をくぐり抜けていくわけですよね。それ一生懸命これ塞いできた歴史というふうに言っていいと思います。で、日本の場合は悲劇的だなっていうか、まあ、困っちゃったなと思うのは、そうやって女性があまりにも安くて便利な働き方の非正規や派遣やいろんなことで、広がっていった過程で、こんな便利な働き方をもっと広げない手はないと企業は考えるわけですから、そこの穴を塞げないうちに男性もそれでいいじゃないかっていうことで若い男性に日本の場合は波及していきます。で欧州でも もちろんそういう傾向はあったわけですけども、でもそのようにして、一応こうここにあるように穴を次から次へ塞いでいったということになります。でこのような評価でどうやってそれをこう評価するのかですね、同一労働同一賃金とか、均等待遇とか今出てきましたけれども、何をもって均等とするのか、何をもって同一とするのか、これ非常に難しいわけです。今のアベノミクスで出てきた同一労働同一賃金というのについての疑問も、何を同一とするかが非常に曖昧、むしろ やばい危ない、水準で基準で同一労働をやろうとしているんじゃないかということが考えられるんですが、そのような何を同一とするかということについて、欧州もアメリカも、いろいろ策を練ってきたわけですね。でその、中の一つが、まあ、同一労働同一賃金、職務の分析によってそれに点数をつけて、それを総計をすることによって人々の印象による差別とかですね、差別感による賃金差とか、それを点数によってひっくり返そうとする。これが先ほど矢上さんがご説明になった職務給の職務分析によるその均等対同一労働同一賃金ということになるわけですけれども、それが出てきたのは実は欧州というよりも1970年代のアメリカの公民権運動であるというふうにも言われています。どういうことかというと、この時には人種差別、それからそこから波及して性差別に対する反対する運動が大きく盛り上がりました。でそこでその
アフリカ系だからとか女性だからということで安くてもいいということを野放しにしてきた社会で、それまで彼らが持っていた職務評価、職務給というのを使って、その職務給の評価の中に差別に対抗する要素を入れていこうとしたわけです。でそれをやることによって職務評価の反差別的職務評価というのを入れるわけですね。これが今私たちが入れてほしいと思ってきた同一労働、また同一価値労働といった方が分かりやすいかもしれませんが、同一賃金です。でそれどのようにして構成されているかというと、先ほど矢上さんがご紹介されたように、知識、技能、責任、負担度、労働環境という4つのポイントで職務を分析して、そこに経庁の点数をつけていくということになります。でなんでこれが反差別に役に立つかというと、知識、技能というのは、知識、技能が同等にあるにもかかわらず、差別的、差別されてもいいよというところの属性に入っちゃってるがために、賃金下げられちゃう人、さっきの日本で言えば、職務が同じ、スキルが上なのに、雇用形態が非正規だから安くてもいいよねっていうのは、この知識、技能のところですね。で、そこをまずポイントつけると。責任っていうのは、これは実は日本の場合だと正社員に非常に有利です。だって責任が重いから正社員は高いんだぞって言われ続けてきてますよね。はい、でも一応これももちろんカウントします。でその次にこの2つの赤いのに、なぜ赤くしたかというと、この負担度と労働環境というのが、実は立場の弱い、しかも技能もそんなに高くないかもしれない働き手にとっては非常に有効に効いてくる可能性があるからです。例えばパソコンができて知識があってオフィスでもって働いてる働き手、それから鉱山なんかで非常に厳しい環境で働いてる働き手がいたとしますね。で知識技能でいうと、多くの場合オフィスワーカーは大卒でとか言ってですね、高い評価を得ることがしやすいと皆さんも多分容易に想像ができると思うんですが、でも鉱山なんかで働いてる労働者って実はすごい負担度とすごく過酷な労働環境で働いている。でもそれを耐える人がいなければこの社会は成り立っていかないわけですね。なので4つの後の2つというのは、そういうような要素を入れ込んであるっていうのがポイントなんですね、ミソなんですね。でこの4つでもって測っていくということになっていきます。ですね、ところが日本での同一労働同一賃金が一体どのようなものなのかというと、ですね、2008年に日本経団連がですね、これ毎年年初に経営労働政策委員会報告、経労委報告って呼んでますが、これを発表するんですね。そこの中で2008年に同一価値労働とは、将来にわたる期待の要素も考慮して企業に同一の付加価値をもたらす労働であると言っちゃってるんですね。で同一価値労働と同一賃金の違いをちょっと一言補足しておきますと、同一労働っていうのは、類似しているとかほぼ同じ、または全く同じでもいいんですが、それを比べるときに、さっき言った4つのポイントで職務給で比較する。同一価値労働っていうのは全く違う組織のつもりでもいいんです。例えばさっき荒上さんがされたように介護士と看護師とか、でもそれでもそれを職務で分析して、その価値を相和していくと、点数を相和していきますと比較ができるですね。でということで言えば、同一価値労働っていうのは極めて反差別に対抗的な考え方です。だって普通仕事が違うんだもん、値段違ってもしょうがないじゃないと思うでしょう。でもいよいよこう辛い立場になる人は違う仕事の方に押し込められて、そこが安いわけではないですか。意味わかります？例えばハンバーグを作って暑い部屋でもって夏中すごい頑張って働いてる人の賃金は最低賃金すれすれで、クーラーの効いた部屋で働いてるオフィスワーカーは高いでしょって、こういうイメージですよ、ね。だけどさっき言ったその後の2つの要素を入れると、負担度と過酷さがプラスになっていくんでしょう。それを点数化してあげればオフィスワーカーもハンバーガー作ってる人も比べられるでしょっていう、こういう発想法なんです。だから立場弱いからひどい仕事に就かされちゃってるケースも、うまくこれを使えば価値によって比べることができる、こういうような比較の方法なんですね。それをなんと経団連は同一価値労働とは付加価値だって言っちゃったんですね、企業に対する。しかも期待だと言ってるんですね。期待というのは差別をもたらす最も大きなものです。今やってる仕事で見てくれない、この人は将来結婚して辞めちゃうに違いないから期待度が低い、だから安くてもしょうがない、これが日本の女性が味わってきた差別体験ですね。期待ってそういうものを持ってるんですよ。でなんで私にお仕事くれないんですかって言ったら、総合職でもちゃんと仕事の記憶してもらえなかった人って結構たくさんいますよね。で辞めちゃったと、その人たちに聞くと多くの人が
君は結婚して辞めるかもしれない女性だろうと、期待度が低いからしょうがないよね、これまで辞めちゃった先輩に文句を言いなさい、これで終わりです。でも今私がやってる仕事で比べてくださいよと言ったら、その要素はなくなるでしょう。期待というのは自分に責任がないことによって賃金を決められてるわけですよ。ですよね。それで女性は本当に悩んできたわけです。それをこのさっきの職務給の評価でいけば押し返せたかもしれないものを、なんと日本のこの敬老報告のこの中では、期待も考慮してる、つまり主観的な企業はどう何を期待してるかっていうのを入れ込んじゃってるわけですね。しかも付加価値ですから、どれだけ企業のために頑張ったかみたいな、それを入れられちゃうわけですね。さっきの4つのポイントと全然違う、企業にとって極めていいようにしやすいポイントの測り方になっているっていうのはお分かりでしょうか。全然違うんですよ。で、厚労省も2012年、これ2015年に去年改訂版みたいに出てますけど、ガイドラインとマニュアル、マニュアル2010年ですね、すいません、2012年にガイドラインを作っています。で、この時にもさっき言った4つで言うと、まあ、大雑把に言うと知識技能とか責任ぐらいまでは一応カウントしてくれるような作りになっているんですね。だけどさっきのあと2つの、負担度とか労働環境の過酷さっていうのは全く入っていません。なので、ILO とか欧米でやっているようなあの4つのポイントの特に後の方の、ことについて評価するようなものが入っていないということになってしまうので、これで果たして非正規や過酷労働についている人たち の、その評価ができるのかどうか、これが実は大きな疑問ですね。で、もう一つ、これは同一賃金というよりは、まあ、労働契約法20条というので均等待遇といいますか、そのことを一応規定している、まあ、均等待遇を規定するというと厳密には違うと言われるんですが、どういうことを言っているかというと、期間の定めがある、つまり有期の働き手と、無期の正社員ですね、言ってみたらね、働き手を比べてみてですね、業務の内容や当該業務に伴う責任、これも責任なんですけどね、の程度、それから当該職務の内容と配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないというふうに書いてあります。なので、このいくつかのポイントにおいて、その大きな、その合理的な差がないのに賃金にあまりにも大きな差があるというのは、まあ、待遇に大きな差があるというのはいけないよということですね。賃金というのは待遇に大きな差があっちゃいけないよというのが労働契約法20なんです。これ結構使えそうなんですが、ここでも実はちょっとどうかなと思うのは配置の変更と範囲ですね。なんで女性にパートが多いのかというと、家族を持っていて育児があって転勤がしにくいので、だから私地域にいられるパートでいいですと、残業ができないからパートでいいですと言ってきた経緯がありますよね。でもこの労働契約法にあるようなその配置の変更とその範囲っていうのは転勤ができるかどうか入っちゃうわけじゃないですか。ですよね。それでやられたら他の仕事のあり方がほぼ不合理な差が、まあ、差があまりなくてもこれが違っちゃうので、差があってもしょうがないよ、転勤できないから安くてもしょうがないからねって言われるふうに使われてしまうかもしれない。だから日本のこの労働契約法でさえもですね、20条でさえもそういう意味で言うと女性の抱えている非差別的な立場を本当に押し返してくれるかどうかが今疑問で、今たくさんその、裁判起きてますから、だからその中でだんだん出てくると思います結果が、っていうようなでも疑問要素を持ってるんですね。だから日本の同一労働同一賃金っていうのは本当にそういう意味で言うと、移動や残業、配置転換を受けられるかというようなポイント、人材活用と言われてますけども、ということで家庭責任が労働者に大変不利になっているのをままにしてある。それが先ほどの4つのポイントの国際基準で見れば、そこを点数化してしかも無力化する可能性を持っているということになるわけですね。そこがすごく違うんです。で、じゃあアベノミクスはそこをどういうふうにしているか、さっきの同一労働賃金って今安倍さんが言ってるものについてですが、これは彼ははっきりと人材活用を考慮すると言ってます。付加価値も考えると言ってます。つまり極めて日本型のその家庭責任を持っている女性には不利になるかもしれない、そういうような評点で同一労働同一賃金が出てくる可能性があるということを示唆しているわけです。で、しかもそれでは先ほどの言ったような反差別としての職務評価はなかなか難しいということですね。で、それで正規に不利になるよという批判が盛り上がったので、分かった、じゃあ熟練でも非正規ですね、非正規
にプラスになるように熟練度で見ようっていうのが最近キューッと盛り上がってきたわけです。でも熟練度って何で見るんですかってことですね。これだって何年やったかで見るのかなとか分かんないんですね。でかなりこれもものによっては、なんて言いますか、その主観的ですよね。差別が入りやすい。だから国際基準でやってっていうのをちゃんと言わないと、であと誰がそれを見るかなんですよ。もう一つは会社がそれをね査定したら、それはどんな基準を持ってきたってその分からない、ね、第三者評価委員会も作ってくるのはダメなんですね。実を言うと何のためにがもう一つです。差別をちゃんと解消するため。だから3つのものを兼ね備えているかどうかです。誰が何のためにどの基準で。これで今安倍さんの言っている同一と同一賃金を見直してみると、非常にやばく、むしろ会社が好きなように賃金を変えていけちゃう可能性がある要素をたくさん持っている危ない改定だというふうになります。ということまで言って、後でまた皆さんでお話をしていきたいと思います。以上です。